意気込み来いや。宮間亮輝です。23歳です。出身地は、愛知県名古屋です。自分の性格多分結構単発。趣味はファッションと、あと人と会うこと、あと温泉。まあどっか行くも楽しいですけど、なんかお酒飲みながら話したりとか好きです。語学話せます。英語、あと韓国語もちょっと話せます。英語は、3歳の頃からインターナショナルスクール通ってて、オーストラリアとアメリカに住んでる期間もありました。韓国語は K-POP とか韓国ドラマをハマりだしてから勉強するようになりました。最近買ったお気に入りスニーカー買ったんですけど、あの職人さんが一個一個こうクリスタルをつけてて、結構華やかな靴なんですけど、あのでもなんかこうあまり飾り、なんて言うんだろう、派手すぎない、なんか洗礼された上品な感じにも見えるから、そのスニーカーに、一目惚れしました。状況によりますね。なんか急なオフだと寝たいっす。でもなんかこうゆとりのある時のオフだと、こうで温泉出かけたりとか、ちょっと遠出してこうアウトレット行ったりとかしたいなって今思ってますね。今あの音楽活動の方であのツアーやってるので、ツアーであの行ったことない地方の方とか今行ってます。ホテルからあの窓の外見て街を見下ろすっていうのが最近趣味です。きっかけはでもなんか中学生ぐらいの時からなんか汗出した時によく見られたいっていうのがきっかけだと思うんですけど、徐々になんか好きなアーティストとかこうかっこいいと思う人をこうちょっと最初は見たりとか、あとは自分が最初にお気に入りで入った、上京してからの最初のセレクトショップでいろんな服を学びました。インポートブランドとか、あの主導としてはビッグバンのジオンさん、ジドラゴンがすごく好きで、逆にでもその彼の生き方、ファッション見た時にあ、真似するのが違うんだってなって、なんか我が道を行くというのが一番、素晴らしいことだなと思ったので、最初にそれを参考したことによって自分ももう何もこう見ないようにしましたね。なんかもちろんでもあの見てうわかっこいいなって思ったルックとかファッション誌とかで、あのこういうの欲しいなと思うときは全然あります。本当にいろんな服を着る、なんかこう囚われない。結局やっぱり店頭ですね。なんか買った後に不安が募るぐらいだったら試着して、まあ実物見たりとかした後に買いたいです。好きなブランドいっぱいあります。3つ今でも着てるな、自分の中で着てるなって思うのは、ヴィトン、セリーヌ、ボッテガ。ヴィトンに関しては、まあ、あのバージルが最後のコレクションだったっていうのは今年はあるんですけど、その今年結構でもここ数年が割とあの派手、だったんですけど、それがすごくストリートっぽかったりもして、あとコラボ、いろいろコラボとかも出てたんですけど、コラボ商品もすごくかっこよくて、こう意外とモノグラムなんだけどいやらしくさのない、逆にそれがなんかストリートに生きてるようなファッションのこうデザイン性のあるものがすごく多かったからすごくハマったのと、あとまあボッテガに関してはすごく色味が鮮やかで、すごく色が綺麗で形もすごく質も良くて、でな結構セットアップのジャージとかですごくかっこいいものが出てるなっていう印象。あとセリーヌに関しては、まあ、エディー・スリマンがついにそのメンズを始めた頃は、すごくサンローランに近かったんですけど、まあ、やっぱりこうエディだなっていうのを感じたんですけど、最近になってなんかそれこそジャージとかあのビッグシルエットのものも展開するようになって、いい意味でなんか多面性というか、来年再来年ぐらいになっていろんな展開が増えるんじゃないのかなっていうか、なんかあこういう感じで合わせるのも OK になってきたんだみたいなのはなんかファンからしてもなんか感じてくるんじゃないかなと思ってます。もう買っちゃったんですよね。知り合いのデザイナーからボンバージャケットみたいな、なんかなんていうんですか、ボンバーボアジャケットみたいなのを買いましたね。あでもなんか可愛いトレンチコートがあったら買いたいなと思ってるんですけどね。
あの最近それこそその靴は結構最近ハマってますね。やっぱ靴からなんかこう上がっていく仕上がっていくスタイリングってやっぱあるじゃないですか。だからなんか結構靴が何足かあるとイメージしやすくなるっていうか、トータルコーディネートが。一番欲しいものか、時間まあでも出会いですかね。ちょっとなんか言った後の草その頃な、これでも出会いですかね。人と人一期一会感は結構大事にしてます。今日はあの緑でした。今日も今私服じゃないけど、あメンズのんのさんは絶対に緑のニットを取り入れてくると思ったんですよ。今年買った緑のあのボッテガさんの T シャツと、あと緑のボッテガさんのサンダルを合わせてきました。ちょっとメンズのんのさん感で来ました、颯爽と。なんかいろいろ最近改めて感じたのは、やっぱ寝ることが一番大事だなと思いました。あとちょいちょい皮膚科に行ったりするとなんか肌質が変わるなって思いました。あの最近毎日湯船に入るようにはしてます。改めて筋トレはなんか筋トレだけはあんま好きじゃなくて、あのただキックボクシングやってるのでそこであのトレーニングします。最近ちょっとこだわってみようと思って、なんかこう無駄なものを置かないとか、ちょっと白一択にしてみるとかやってみたんですけど、白黒でみたいな、なんか落ち着かなくて意外となんかアットホーム感の方がやっぱ家はいいのかなと思って、なんか落ち着ける場所であった方がいいのかなと思って、逆に今最近ちょっと家を雑にしてます。ずっと最近っていうのはジョーカーですかね。あと最近カモンカモンが良かったりですね。ワーキンフェニックス、ワーキンフェニックスすごい好きですね最近。そう最近本当に時間なかったんですけど、その一日だけもう休みをもぎ取った日があったんですけど、最近できてなかったことをしようと思って、本読みたいと思って書店に行ったんです。俺今必要な本何なんだろうと思ってスッて伸びたのが、タイトルが人っていう本だったんですよ。これ俺疲れてるのかもしれないと思ったと同時に、こうなんかこう人として温かくなるようななんかこうあらすじが書いてあったから、なんかそれを見てちょっと惹かれてしまって、それを読んだんですよね最近。すごいその印象深いですね。でもなんか考え方とかまた変わってそうですね自分の。なんか本当になんか今こうしたいみたいなものが10年後あって、それを成し遂げている上でまた考え方が変わってそうです。なんかこうもちろんなんかこういろんなことをしてたりするし、まあ今その自分で役者としてもそうだし、アーティストとしてもそうだし、そういう輪が広がって、で自分が好きなファッションだったりとかが、まあいつかデザインして服を作りたいっていう夢もあったりもするし、でもそれだけじゃなくて、なんかいろんな点、いろんなこうなんだろう、ビジネスだけじゃなくて、意外と僕なんかこうなんか施設とかなんか作ってみたいですよね。なんかそういうのをひっくるめて現実的になんかこう10年後いろんな考え方がまた変わってきて、なんかこう実現もさせてとかいう、なんかいろんな狭間にいる状況な気がします。10年後は自分ですかね。いや、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとなんかやばい、やばい回答だった今人にはなりたいんですけど、ちょっとなんかこうワンちゃんとかにもなってみたい気持ちもありますね。できるなら生まれ変われたくないです。自分のままでいたいです。一回坊主したいです。かもめっちゃロン毛ゼロ100かゼロ100かしてみたいですね。まだやったことないんです、ゼロ100は。まあ、もう似合っていれば本当に好きなものを着ているのがすごい素敵だと思います。ファッションね、でも結構いろんな服着てきたんですよね。なんかあ、でもそれで言うとオールブラック、なんか幼児とか大人になってから本当になんていうか深みが増すようなこう似合い方ができるような、なんかこう人間になりたいなと思ったので、なんかああいうのってなんか人間味のなんかこう経験値みたいなのも凝縮されてるような気がするんですよね。あの真っ黒にみたいなそういうのが似合うようなコーディネートをできる人間になりたいですもう30問ですか。意外と早いですね。もうちょっといいっすよあ、やっぱアメリカ行きたいですね。
LA とか海外行きたいです。そうですね、ヨーロッパの方行ったことないですね。イタリアとかフランスとかその辺行ってみたいです。やっぱ今時期も時期だから難しいところもあると思うんですけど、いやそれこそなんかもうああいうところって完全に自分の目で見たことないからまだその確実に分かんないですけど、なんかやっぱりこう街並みの背景からファッションってもう捉えてもいいぐらいおしゃれなところたくさんあるじゃないですか。そこになんかこうマッチして着るなんかこうトレンチコートだったりのブーツとかなんかああいうのでもなんかすごくなんか本当に気分が上がるなと思って、なんか一回やってみたいですよね。そういうところで写真撮ってみたいし、シンプルに、まあ、あとやっぱりブランドの本店行ったりとか、やっぱ店構えとかなんか違うのかなとか思ったりするんで、行ってみたい、行ってみたい。あでもなんか意外と早く感じたし、なんか結構楽しい、なんだろう、気持ちもなんかこうルンルンになりました。あとファッションのことはやっぱりたくさん話せたから嬉しかったです。読者に一言、ご覧いただきありがとうございます。たくさんの特集が、組まれていて、本当にたくさんのニットを着させていただいたんですけど、もう秋にすごく活用できるようなスタイリングだし、結構こう洗練されているような、スタイリングだったので、僕もすごく楽しく撮影させてもらったので、皆さんもぜひなんかこう参考だったりとか、なんか楽しく、愛読していただけたら何よりだと思います。ありがとうございます。